キラです。よろしくお願いします。アニマル山田だよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初顔出しです。あ、そうですね。本当そうです。こんなひげずるらしいですね。今まで散々ぼかしてきたんですけどね。そうですね。散々顔出しを拒否ってイメージを作り上げてきたんですけど。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで山田さん、今回じゃあ2本目とお付き合いありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、1本目ですね、さんの動画先週きっと上がったと思うんですけども、はい、僕がアニマルさんで結構な高額版を買ったよっていうね、あの動画なので。こちらもよかったらご覧ください。お買い上げありがとうございます。はい、でじゃあ今回もう一つの動画は何をするかと言いますと、はい、アニマルズさんね、普通のレコードを売ってるのもそうなんですけど、はい、何やらアニマルズセレクトなるものがね、はい、あるらしいんですね。ございます。それ果たしてどんなもんなのかっていうちょっと今回ねこの動画で紹介していこうと思っております。はい。はい、じゃあもう早速ね、あのもうどんなものか見てもらった方が早いんじゃないかなと思うので、よろしく。そちらに行きましょう。はい。レッツゴー。はい、ではこちらです。あのお店の入り口のところですね、はい、はい、見えます。なんか夏セットってありますけども、まずじゃあどういうものなんでしょうか、教えてください山田さん。はい、簡単に言うとあの袋袋的な袋袋福袋的なことでございまして、はい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 、はい、アニマル山田僕が、うんうん、まあ、セレクトしたレコードを、まあ、セット売りしてる、まあ、シチュエーションや、まあ、ジャンルに分けまして、うんうんうん、例えばアメリカンロックの、はい、結構過激なことが書いてありますね。そうですけど、まあ音楽好きだったらまあこのぐらいは、まあ、耳などいらぬか、はい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 、このぐらいは当然かなと思うんですけど、織田信長みたいなこと言ってますけどね。そうですね、はい、まああのおしゃれなデカダンスでアニュイ大敗的で排他的な UK ソウル2枚、はいはい、ただ言いたいだけです、はいはい、ただデカダンスってやっぱ人生でなかなか言うことないんで言ってみたいだけです、はい、あ、それがじゃあ集まってこう何円かで売ってるっていうことなんですね。そうですね、はい、はいはいはい、あと他にはこれを流して彼女としけ込んじゃいな、シャレオツーな UK ソウルだそうです、はい、やめましょう。なんだなんだこれくだらないのもあるんですけど、恥ずかしくなってくる、まあ、恥ずかしくなってくるのもあるんですけど、まあ本当にシチュエーションですね、はい、夜のバーの、ね、こういうの買ってくださいっていう、なるほどなるほど、はい、カフェでどうですかとか、うん、あ、金曜日に聞きたいシンガーソングライター名盤とか、はい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 、興味引くような、なるほど、いろいろあるんですね、はい、いろいろございます、はい、はい、大体これ週1セットぐらいお買い上げいただいて、あ、結構売れていくんですね、はい、うんうん、おりまして一番売れるのが今ここにないんですけど、カートリッジ M44G で聞くとめちゃめちゃお問いですよ US オリジナルセットみたいな作るんですけどはいはい、はい、結構それはですねよく売れますね、うんうんうん、はい、あ、じゃあ人気のシリーズみたいなものがあるわけですね。人気のシリーズございます、はい、まあ、ただやっぱ降りてこないと作れないんで、はいはい、こればっかり僕もまあアーティスト作ろうと思って作れるもんじゃないんで。変わっちゃいましたね山田さんいやちょっと変わっちゃいましたね。冗談です、全然リクエスト受け付けておりますんでこういうセット作ってくれで作って売って売らせていただくこともございます、はいはいはい、結構そちらもニーズございまして、はいはい、AOR 好きだからなんかおすすめのクレアをみたいなとかあってもじゃあ作りますみたいな。そうですね、よくあるのが最近やっぱり癒されたいっていうので、みんな疲れてんですね、はい、まあ、フュージョンのセット作ってくれとか、はいはいはい、癒し系ソウルのセット作ってくれとか、うんうんうん、結構そういうニーズがございますね。なかなか面白いですねそれ作ってくれっていうのは、ね、はい、逆に本当にシチュエーション言ってくださって、うんうん、まあ、夜のベッドルームで彼氏と聞きたいんだとかもう何でもありですよ。ピロートークの時にピロートークの時にこれさえあれば女性を口説けるでもいいですし、はいはいはい、はい、もうそれはもう自由に受け付けておりますんで、価格も大相談です、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、というねアニマルズの福袋のね、はい、ご紹介でした、はい、まあ、もうちょっとじゃあ込み入ったことを聞いていこうと思うんですけども、はい、実際確か結構お得なんですか、あれは何枚何円ってありますけども。そうですね、ここで売ってるよりもちょっと割引させていただいて、やっぱじゃあお得ではあるんですね、はい、うん、させていただいております。これってどんなきっかけで作ったんですか。これですね、きっかけはバズりたい現代人ですね。なんかそうですね、ちょっと面白いことなんかしたいなっていう、ちょっと恥ずかしい理由では、はい、バズりたい、バズりたい、なんかですね、一つだけそのこれでビートルズダメならもうお前生涯ビートルズダメだよセットみたいな、はい、すごいなりましたねそれはちょっとプチプチプチバズりさせていただいて、まあ、数千人が見てくれたっていう感じはあったんですけど、はい、ちょっと大事ですよ、はい、もう貪欲にすいません SNS させていただいてます。ちなみにそのセットって何入ったんですか。そのセットが赤版、青版、うんうん、ベストベストとラバーソールかな。だからそれ聞いてダメならもうダメじゃないですか。そうですね、もういいよと。もう、はい、あなたの人生にビートルズは必要ありません言い切りました、はいはい、それは確かにそうですね、はい、はいはい、それはもう
そうです。そういうのいっぱい作ってもっとバズっていく。またバズらせてください。さっきの耳などいらないみたいな。あ、そうですね。はい。もうぜひ今日バズるセットを作っていただこうかな。この後ね、本当に僕もなんかちょっと軽くね集めてなんかセット作らせてもらうようになったのでね。ぜひよろしくお願いします。僕セレクションがあるかもしれないので。そうですね。はい。もう3枚で10万円とか、まあ、そういうのでも全然。ふざけた値段。絶対売れないです。絶対売れないです。はい。はい。じゃあちょっといろいろね、アニマルズセレクト福袋いろいろ聞けたので、はい、ちょっと僕も実際になんか作らせてもらって、もうどうぞどうぞ。いいですか。はい。もう自由に。どんなやつにしようかな。じゃああっちになかったようなセットを作ってみましょうかね。よろしくお願いします、うん、本当にちょっと見てみますね。ね、でもこれあれか、作ってるとこ見せちゃダメなのか。中身見えたら意味ないですよね。そっか。中身はじゃあ見せないですけど、最後の外側だけじゃあ見せますね。はい。やっぱ AOR かな、まずは。ああ、これ入れたいですね。1枚。はい、決定。できれば安めのなんかやつにしたい気もしますけど。じゃ仮に今これとしていくらにするとかになります。シールを剥がしまして3000円ぐらいとかですか。そうですか。はい、じゃあですね、今3枚、決めました。セットを作ってみたので、さっきの山田さんが書いたようなよくわかんない煽り文も僕考えてみようと思います。よくわかんない。どうしよう、どんな文章がいいかな。3枚選んだのはですね、本当に AOR のもう超ウルトラハイパード定番みたいな3枚選んだんですよね。もう初心者だったらまずこれ聞けみたいな3枚選んだんですけど、タイトルどうしましょうね。やっぱ、まあ、やっぱ降りてくるまでは結構時間かかるので、はい、アキラさんらしさをでも出してほしいですね。売り上げ確定しました。考えました。よし、どのぐらいで。いいっす、勢いがすごい。バッていきましょう。ありがとうございます。はい。何？ AOR が聞きたいって。あい、分かった、まずはこれを聞きたまえ。どうすかね、これでいいっすかね。値段もちょっと、もしあれでしたら、そうそう、値段書くとこねえじゃんって思っちゃいました、これ。じゃあ3枚でさっきの値段でいいですか。はい、あ、全然大丈夫です、もうお任せいただいて。はい、ちょっと値段がちっちゃくなっちゃう。控えめに値段ということで、はい、はい、じゃあ3枚で、2500円のセットを作らせていただきました。はい、本当にね、AOR が聞きたいんだとか、これからね聞いていきたいんだって方にはもう超おすすめの超定番のウルトラハイパー初心者セットを作ったので、聞いてみてください、買ってみてください。はい、これはもう先着1名様ですからね。本当にそうですね。はい、マジで定番なんで、マジで定番なんで。よし、はい、できました。ありがとうございます。楽しいっすね、これね。あ、はい、最初は楽しいっす、はい、最初は、最初はだんだんネタなくなってくるんですか。そうなんです、はいはい、だから嬉しいです。よし、じゃあ、はい、もう一個ぐらいちょっと作らせてください。あ、ぜひぜひ、はい、本当にもう、ありがとうございます。置かせていただきますんです。やった楽しい。よかった。はい、これは売れますわ。見えんのかなこれ。今次のセット考えてたんですけども、なんか楽器系で攻めるのやっていますか。はい、もうアキラさんの方も、なんだろう、お箱のローズピアノ、ローズピアノ使われてるやつ集めたよみたいなとか。あ、いいですね、もう、はい、それありがたいです。結構高い感じになりそうですけど、ね、あ、結構そういうもんですか。来そうな気がしますけど、ちょっと探しています。まあまあ全然大丈夫です、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい。アニマル、アニマル、アニマルレコード買い取り、着払いで段ボールでレコードを送ってくださいにゃ。高額版は売り値の最大6割で買い取ってます。よろしくお願いします。はい、今30分ぐらいずっとギャーギャー言いながら探したんですけど、ようやく3枚、見つけました。僕の好きなローズピアノが輝いてるよっていうレコードですね。3枚、見繕ってセット作ろうと思います。じゃあこれでね、煽り文また考えていきますか。はい、どんな文にしましょう。うざい情熱をめっちゃ、あ、全然もう、はい、1000文字ぐらい書いてくれても、ね、はい、いいですし。ローズピアノって知ってますか。僕大好きな楽器ですね。あれはね、アメリカで1900何時に生まれましてとか、ちょっと考えます。じゃあ、どうしましょう。うざいぐらいびっしりの文書いたらなんかちょっとうわってなって買ってくれると思います、ね、はい、値段を先に書いておけば。あ、そうですね、困らないですね。そうです、それがやっぱりなかなか文字の配分、はいはい、これ3000円ということで、はい、3枚ありがとうございます。先に値段書いたので、あとは好きなだけ文章書きますね。山さんが書いた最大の文字数の
読んでみましょうか。本当のリラックスとはリラックスしている自分がいるということすらも自覚できないことだ。それでは教えましょう。アニマルズプレゼンツガチリラックスな3枚6000円だそうです。教えましょうってちょっと上から目線なのが鼻につきます ね、はい、ね結構まあいい値段するっていう。あそうですね。あ本当だ、貪欲になっちゃった、まあ、シャーデーがあればだっていう。シャーデー入ってないのに。とりあえずシャーディーとこの辺りのレコードがあれば車両つな空間ができる。ただしシャーディーがあればだ。2枚セット1500円。うん、シャーディーが入ってないっていう。意味わかんない。はい、できました。自分でもすげえよくわかんねえ文章を書いたなっていう感じです。はい、いきましょう。はい、こんな感じです。はい、ローズピアノって知ってます？普通のピアノとは結構違う音なんですよ。時にメローで時にハードで、そう、実家のお母さんのような音なんですよ。ちょっとよくわかんないですね。はい、まあとりあえず聞いてみて。あ、もうね、ローズピアノはいいよ。3枚3000円。はい。そんな感じで、あのローズピアノがね、いいローズピアノが弾けるよっていう3枚を集めて3000円で、山田さんも許してくれたので買ってみてください。ちなみに僕 の、 あの母親はメロを8割でしたね。ああ、怪しかったですか。はい、ありがとうございま す、 いいです、ね。はい、ローズピアノでもすごい勉強になりました。そうさ、今ローズの話をね、めっちゃしてるね。わあ、はい、あの曲にもあの曲にも、うん、あの好きな曲にも使われてたんだっていう。結構使われてるんですよね。逆にローズだと思ってたクイーンのあの曲がローズじゃなかったんかってとか。そうね、よくあるんです。これ面白いっす、ね、あの You're My Best Friend ですね。あれは、はいはいはい、ウーリッツァ。ウーリッちょっとまた別の LP ですから、はー、これ注意してください。いやいや、でも LP いいっすね。曲のすごいアクセントになってることめちゃめちゃあるなって。もうこうあんとこう包み込むのあれもできるし、はー、万能なんですよ。それはハマりますね。そんな3枚集めたんで聴いてみてください。はい、ありがとうございます。自分で書いといてないんだけど、こんな煽り文を持った袋持ち歩きたくないですよ。そう考えたらね。確かに。これ、あ、確かに。買ってもいいけど、あの、そっか、ここで捨てていいですかって。やりそうですよね、これ。これ、地下鉄の時、こうやって持てないですよね。そうだそうだ。あなた頭おかしいんだと思うの。そういう時はもうちゃんと紙袋上からかぶせますね。そうか、だから長文売れないんですよ。そうっすね。ちょっと怖いっすもんね、こんなの。こんなの持ってる人ってやばいじゃないですか。やばいっすよね。考えてなかったお客様のことをちょっと。なんですね。はあ、反省しましょう。反省します。買ってください。はい。来ました、うるせえ。うるせえ。パッと開けてた時にこれ見えたらうわってなりますよね。いらっしゃいませーって来たらうわ。いやでもこれアキラファンにはたまらないよだれもの。ぜひローズピアノファンにも刺さりますし、この袋を捨てていいんで。いや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 、お願いします。いやいやいや、飾ります、はい、飾りましょう。はい、ということでアニマルズセレクト福袋をですね、ちょっと僕も実際に作らせていただきました。それを付き合っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に新鮮な風があのアニマルズに入りました。来ましたかね。はい、結構価格もあの店主さん頑張ってくれて、割とあこれがこんな安さなのね、そうですね、はい、あったんじゃないかなと思ったりもしてたので、リーズナブルに、はい、はい、お金に余裕がある方はぜひ買ってみてください。ぜひ、はい、お待ちしております。はい、ありがとうございます。そんな感じですね、アニマルズさん、はい、あの普通のねレコード売ってるのもそうですけども、はい、さっきみたいなあのふざけた福袋もたくさんあったりするんでね。そうですね、はい、そういうのもね、はい、こう見に来るのって楽しいと思います、はい、幅広く皆さんお楽しみください。来てください。はい、ということで山田さん、今回もお付き合いありがとうございました。こちらこそどうも、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。